ヘルメースとマイア。オリムポスに避ける神々の会議を描いたアティカ赤絵式のアンフォラ。ミュンヘン、修立古代美術博物館所蔵。プレイヤーデスが生まれ、マイアがヘルメースを生んだとされるキュレーネーヤマ。マイアはギリシア神話、またはローマ神話の女神、マイアとも。ギリシア神話のマイアとローマ神話のマイアは本来無関係だったが、 後に混同されるようになった。巨人アトラースとプレイオネーの七人の娘たち、プレイアデスの一人。彼女たちはアルカディア地方のキュレーネー山で生まれたとされる。マイアは長女とされ、キュレーネー山の洞窟内でゼウスのコヘルメースを生んだ。ホメーロス風参加によると、マイアはキュレーネー山の洞窟の奥に立派な館を構えて住んでおり、館の三つの部屋には、 ネクタールとアムブロシアー、黄金や銀、衣服が満ちているとされる。ゼウスは、ヤンの中、ヘーラーが深い眠りに落ちている隙にマイアと関係を持った。これによって、策略家で、盗みにたけ、ヤンをがい、戸口を見張るヘルメースが生まれたとしている。またカリストーが大熊にされた後、その子アルカスを育てたのは、彼女である。他のプレアデスな姉妹と同様、カルド、 ゴーリオーンに追い回されて隠れていた。ローマ神話には春を司る、豊場の女神マイアがおり、マイアの祭日である5月1日は、供物が捧げられた。これが、メーデーの起源である。ギリシア神話のマイアとは本来は、無関係だが、後に混同されるようになった。また、メルクリウスとも関連付けられるようになり、5月15日のメルクリウスの祭日にも祀られるようになった。 ありがとうございます。